家と銀からほど遠からぬところで、秀俊たちは別の赤兜一族の凶暴な熊を追っていた。ジョンは足止めするため一行より先を行った。馬の逃げ場を読んで次々と先回りをした。しかも無理な攻撃はしない。ジョンの素早い作戦はまるで犬が何頭も周りに群れているような錯覚を熊に与えた。見事な足止め作戦といえる。あとは任せろ。